皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はポケットモンスターウルトラムーンの実況プレイをしていきたいと思います。まあ先日ちょっとメルカリですっごいデータのやつを購入しましたので、まあとりあえずそれを紹介していきたいと思います。まあとりあえず行きますかね。まあ一応序盤なんですけどね。まあとりあえず、行きますかね。このデータがまたすごくてですね。まあ今回はこれを、このデータの、すごいデータをお見せしたいと思います。まずはこれですね。木狼ミュウ。まあとりあえず百聞は一見にしかず。木狼。ああ、しまった。ミュウ。で、ゼルネアス、イベルタル、セレビー。まあこれだけでも相当強いんですけどね。まあ最悪停止化でも見ていただければ幸いです。まあトレーナーパス図鑑、そうですね。まあトレーナーパスですね。次はこの通り、もうとんでもないです。402匹、お小遣い999999999、バトルポイントすごいな。もうまあ何よりもすごいのがこれですね。まあとりあえずこれです。全部色違いです。強さを見てみましょう。不思議だね。不思議草。不思議花。人影。リザード。リザードン。黒。ゼニガメ。カメール。カメックス。キャタピー。トランセル。バタフリー。ビードル。コクーン。スピアー。お、ドリルないな。強いな。ポッポ。ピジョン、ピジョットで、コラッタ、ラッタ。お、これはアローラの姿かな。いや、違うかな、さすがに。しかもレベル100ですからね、どいつもこいつも。いや、違うか。レベル1、レベル100。なるほど、進化系だけがレベル100になってるんですね。ピカチュウだけ大谷育英さんボイスですね。で、ライチュウ。ちゃんとご丁寧にあれですからね。あれ待てよ。そうだそうだ。タイプ見ればさっきのラッタが、悪ノーマル。ノーマル。あー、なるほど。まあ、とりあえずは、こんな感じですね。サンドサンドパン。ニドラン、メス、ニドリーナ。なるほど。まあ、といったところですね。で、次はこいつですね。強さを見る。ニドラン。このように、ニドキング、ピッピー、ピクシー、ロコン、キューコン、プリン、プクリン、ズバット、ゴルバット、謎の草、臭い花、ラフレシア、パラス、パラセクト、コンパン、モルフォン、ディグダ、ダグドリオ、ニャース、ペルシアン、コダック、ゴルダック、マンキー、オコリザル、ガーディー、ウィンディー、ニョロモ。ああ、もう30体いったか。まあ、というやつらが、まあ、多数いるんですよね。まあ、ちなみにこれ、図鑑全部揃っています。アローラ、関東からアローラまで全体揃っています。15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31。ほとんどメタモンですね。32まであるんですよ。あるんですよね。あとシェイミは、おお、
色違いとそうじゃないやつがいますね。まあ、これはコレクション用のゲームとして、結構いいですね。でも、まあ、結構いいな。色違いじゃん。さすがに、幻は色違い、ああ、これですね。これは、様子を見よう。デオキシス。さすがにデオキシスのアタックフォルムからは用意できなかったんですかね。まあディアンシー。まあメガ進化すると攻撃型になるんですよね。すごいな。イベルタルはもう一匹いるんですよね。こいつらは。おう、ディアルガ、パルキア。といった風に伝説のポケモンも勢揃いですね。こいつらは、むふむ。なるほど、なるほど。ここはお気に入り系のやつですかね、多分。おー、すごい。グラードン、海王が。どいつもこいつもすごいやつら。おー、シルバディ。まあ、レシラム。合体するとこいつが強くなるんですよね。おー、ピカチュウももう全部揃ってる。様子を見ましょう。なるほど。ノーマルスタイル。サトシのピカチュウとか。ああ、なるほど。これ、歴代のサトシの帽子の、あれですね。マッシブーン、ウルトラビースト。素早さ、ヒットポイント高いな、意外と。ヒットポイント伸ばしたんだな、これ。フェローチェ。まあ、耐久力に欠ける代わりに攻撃力能力が高いというポケモンですね。電磁木。おお、特攻がすごい高い。電気。で、ああ、鉄火具や。髪剣。本作最強の物理攻撃力を誇るポケモンですね。悪事キング。ヒットポイントが高いポケモンですね。あと攻撃力も高いという。ウツロイド。岩、毒タイプのウルトラビーストですね。アーゴヨン。アニメではサトシと一緒に戦ってくれたポケモンですね。積んで積んで。とにかく物理防御力がバカ高いポケモンですね。ベベノム。おお、色違いのベベノム。ズガドーン。特攻、結構高いな。炎ゴースト。ルガルガン。暁の姿ですね。すごいな。まあ、さすがに全部を見せることはできませんね。おお、スイ君、ライコ、おお、色違い。まあ、改めて見てみると、ほんとすごいですね。ああ、さすがにレジロックは無理だったかな。いや、いたいたいた。ここは適当か。まあ、本作最強の物理防御力を誇る。まあ、突撃直球をつければですね、こいつがかなり特防の高いポケモンになりますね。むしろこいつに特防で勝てるやついないんじゃないですかね。いや、さすがにあれか、ツボツボがいますね。まあソルガレオとか、積んで積んで。まあ、結構いろんなやつがいますね。まあこれらを、なるほど、星雲、こと、コスモック、コスモウム、で、いろいろいますね。ハギギシ。うん、なるほど。結構いますね。ちょっとさすがにちょっと時間があれなので、今回はこの辺で、ポケットモンスター、ウルトラムーンの実況プレイを終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、および SNS での拡散をよろしくお願いします。